ーツ戦に2番 DH で先発出場。パイレーツドジャース、日時間6日、ピッツバーグドジャースの大谷翔平投手は5日、日時間6日、試合開始7時40分、敵地のパイレーツ戦に2番指名打者で先発出場する。2023年ドラフト全体1位で最速164キロを誇る剛腕ポール・スキーンズと対戦する。5試合ぶりの15号塁打は飛び出すか。前日4日同5日の同戦では8回に剛腕チャップマンから2試合ぶりの中前打を放った。4打数1安打に三振で打率321。チームは完封負けを喫し、連勝は2でストップした。元通訳の水原一平被告がカリフォルニア州サンタアナの連邦地裁で銀行詐欺と虚偽の税務書類作成の罪を認めた。大谷はこの事件に終止符を打ち、前に進む時期が来たと思ってます。これからもこのチームの一員として、少しでも勝利に貢献できるよう集中していきたいと思っておりますと声明を発表。再出発の一発となるか。敵地の PNC パークは4日、同5日からの3連戦が初見山となる。エンゼルス時代に同地への遠征はなく、塁打が出ればヒット最多を更新する27球場目のアーチとなる。右翼後方にはアレゲニー川が流れ、川に飛び込む場外弾にも期待がかかる。フルカウント編集部。